この篠隼人のスタートダッシュはもう予選からね歌っておりました。瞬発力っていうのは非常に重要になるわけなんですが、さらにはその瞬発力を出すための集中力っていうのもね、精神的に必要になります。この辺りのバランスが非常に取れてます。まあしかし後ろからピッタリとついて司が追い上げる。司もピタッとついてくるぞ。なかなかその隙を見せないのが早野。さあトップ争いもさながら、もう後方もかなりの施設で